皆さんこんにちは。オンソムナナミンこと温泉ソムリエの大塚ナナミです。新潟のさまざまな温泉の魅力を発信するガタの湯、本日はババン、新潟県五泉市に来ています。皆さん見えますか、こちらの美しい山々と、ちょっと今見えにくいんですけど阿賀野川、こんな素敵な景色を一気に楽しめる温泉、その名も花温泉碧水荘さんに来ています。見てください、コンクリートの壁がとってもおしゃれですよね。それでは行ってきます。行くぞ。オン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 ソムソムオンオンオンソムソムオンオンソムナナミンの、あ、いらっしゃいませ。お待ちしてました。いらっしゃいました。どうもいらっしゃいませ。碧水荘の森田と言います。よろしくお願いします。森田さん。はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。森田さんです。はいはい。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、碧水荘さんは、はい、どんなお宿なんですか？ご覧の通りですね、大河の阿賀野川に面してまして、本当、一面こうガラス張りになってて、はい、全部の部屋からロビーからお風呂からも川が眺められます。うわ、もうお部屋はもう座った位置で見れますから、立たなくて、はい、なんかもう朝起きて、はい、こんな景色広がってたら幸せですね、はい、そうですね、目の前にね、大河ですからね、非常にゆったりした気分になりますよ。そうなんですね。はい、そうなんですよ、どうぞ。実はうちの宿ですね、はい、特徴がありまして、はいはい、実は看板猫がいるんですよ。猫ちゃん、はい、猫ちゃん呼びますか。呼んだら来ます。呼んだら来るんですか、はい、猫ちゃんが。そうなんです。ちょっといいですか、うん、じゃあ今呼んできますね、はい、ちょっとお待ちください、ね、お願いします、はい、もう森田さん何者、すごい、呼んだら来るって。チョコちゃんおいで呼びに行かれました。チョコちゃんおいで、はい、おいで、チョコちゃんおいで。看板猫、猫ちゃん本当に、はい、おいで、今来ますね。本当に猫ちゃんですよね、なんか人みたいに。あ、でも聞こえる、チョコちゃんおいで、はい、来ました。あー、すごい、本当に呼んだら来た、はい、おいで、ね、かわいい、こっちだよ、こっち。びっくりしてるから。お名前は？お名前はチョコって言います。チョコちゃん、はい、看板猫ランキングで、会いたい猫ランキングで全国3位に、はい、全国3位なんですか、はい、待って、大物猫ちゃんじゃないですか。なんかお客さんがみんな写真撮ったりするから、結構人懐っこいというか。はい、チョコちゃん、はあ、かわいい。いいですか、なでなでして、はい、なでてください。はい、どうぞ。ね、かわいい、看板猫のチョコちゃんです。そうです、看板猫のチョコです。かわいい、かわいいね、チョコちゃん、いい子ですね。チョコちゃん、かくれんぼする？かくれんぼできるんですか？かくれんぼできるんです。かくれんぼできるんですか？じゃあ今私が隠れたら、うん、チョコちゃん探してくれますかね。探すかもしれないけど、すごい、いくよ、くれます。チョコちゃん、いる、来た来た来た、チョコちゃん来た、くれました。さあ、どこだ、チョコちゃん、今隠れ、あ、探してるかも、こっちだよ、チョコちゃん、絶対に見つけてる、あ、もう目が合ってる。こっちだよ、おいで、チョコちゃん、
チョコちゃん。ベベイ。ずっと動きません。チョコちゃんおいで。はい、行きました。見つけ上手です。可愛いです。まあ結構調子がいいとかくれんぼするんですけどね。そうなんです、はい。猫だから猫ちゃんですからね。はい、うんうんうん。でも一緒に遊べて楽しかったです。そうですか。はい、癒されました。いや、ありがとうございます。オンサムララミン、いきます。内湯ということで、いつもよりも硫黄の香りがお部屋にこもってるんですね。いい香り。それではお湯に浸かりたいと思います。最近ね、新潟寒いですから。うわー、しみる。気持ちいい。いや、ちょっと沈みます。すごくあのタイルとかレトロな感じで、昔ながらなこの雰囲気がとってもいいんですよね。落ち着くね。え、湯口くん、今日の湯口くんはあぐら湯口、あぐら鬼です。なんか幸せそうな顔してるわ。こんな感じ。似てます。そして何よりもやっぱ景色ですよね。宝珠山と阿賀野川を一気見することができます。しかもね、秋は紅葉も綺麗に見ることができますし、冬は一面銀世界で本当に雪が綺麗なんですって。これが温泉に入ってても、お部屋にいてもこの景色が楽しめるわけですから、最高です。そしてお湯の色なんですけど、今日はこちら、綺麗なエメラルドグリーン色になっております。もうね、すぐ分かりますね。こうやって綺麗な緑、綺麗ですね。あ、そしてお湯に入るとより一層ね、広がる硫黄の香りがいいですね。そうなんです、硫黄の香りがするということは、今日この、はい、咲花温泉は硫黄泉でございます。久しぶりの硫黄泉。なんとこのね、温泉は硫黄泉、そして弱アルカリ性なんです。硫黄泉×アルカリ性は、そうです、美肌の湯です。このお湯はとってもお肌にいいんですよ。そうだそうだ、今日はもう一つあのオンソム知識があるんですけど、この咲花温泉の名前の由来気になりますよね。この咲花温泉は昔湯の花、湯の花っていまいちよく分かってないんですけど、昔ここにね、湯の花が咲いていたらしくて、そこから咲花温泉っていう名前になったそうなんです。温泉の知識。新潟っていくついい温泉あるんですか。もうぜひ皆さんも聖地巡礼ならぬ
湯口巡礼してみてください。絞り出した、湯口巡礼。いや本当に山が綺麗、いいな。ちょっとまたいい温泉発見しちゃった。はい、ということで五泉市の宝珠山と阿賀野川を同時に楽しめる素敵なお宿紹介させていただきました。ということで最後はじゃん、看板猫チョコちゃんがお見送りをしてくれるそうです。スタンバイしてる、じゃん、チョコちゃんありがとう。お出迎え、かくれんぼ、そしてお見送りまでしてくれる、さすが全国3位の看板猫チョコちゃん、ありがとう。またね。あ、本当だ、ついてきてくれるの。一緒に帰ろう、一緒に帰ろう。あ帰りたくないよ、ありがとう、またねー。かわいい。